おはようございます。今日は私のモーニングルーティーンを紹介します。朝はだいたい7時に目覚ましをかけているので7時に起きます。寝起きがすごくいいので1回目のアラームで起きることができます。ぐーっと伸びをしてカーテンを開けます。わー、日差しが眩しい。朝の光を浴びながら伸びをしてぐーっと体をストレッチ。この瞬間がとっても気持ちいい。さあ、朝の支度を始めます。ぬいぐるみにもおはようの挨拶をして朝の準備です。おはようございます。じゃあないんですよね。ただいま11時でございます。目覚ましが鳴っておりますが、一度目の目覚ましで起きれるのかなわけがないですね。二度寝に入りました。全く起きる気はなさそうです。こんな感じで基本二度寝です。洗面所に来ました。身支度を始めます。まずは髪をブラシで溶かします。そして軽くゴムで結んで顔を洗います。泡で出る洗顔を使って顔を優しく洗ってあげます。卵を撫でるようにポンポンくるくるくると洗います。洗い流したらふわふわの真っ白のタオルで顔を優しく拭きます。そしてコンタクトレンズを入れて化粧水を塗ります。化粧水も優しく優しく。次は乳液です。肌が荒れやすいので優しく乳液をつけて肌をいたわってあげます。そして顔のマッサージも忘れずに、リンパを流すように首までぐーっとマッサージをします。とっても気持ちいいです。特に予定はありませんが軽くメイクをします。 BB クリームを肌になじませて眉毛を軽く描きます。眉毛があるだけで顔の印象って変わりますよね。そしたら髪の毛をヘアアイロンでセット。誰にも合わないから今日はストレートでいいや。前髪もカーラーでくるっと巻いたらオイルを塗ってツヤが出るようにセットします。サラサラになります。そして軽くディオールのリップを塗って、はい、完成。よし、朝の支度が完成しました。はい、12時ですね。ようやく起き上がることができたようです。とりあえずは顔を洗って、すごい水しぶきですね。うわっ、ちょっと洗って、んー、どうやらタオルが探せていない様子です。タオルがありません。ちょっと床がもうびしょびしょになってしまいましたね。そして後ろには洗濯物がそのまま放置されていることにお気づきでしょうか。顔を雑巾で拭くように適当に拭いたら、スプレータイプの化粧水でピャーっと適当に顔を叩きました。そして歯磨きをして、どこに行くのか、あ、寝ました。立ちながら歯を磨いて寝ております。まだまだ眠いようです。おじさんがいました。うがいをしたら髪をまとめて、おっと、あれ、もう終わったようだ。そして何やら探している様子です。どうやらメガネをしていないからメガネが探せいないという現象が起こっているようです。これはあるあるですね。7時30分、朝食を食べます。朝はあんまり食べないのでシリアルかグラノーラを食べることが多いです。今日はグラノーラを食べます。グラノーラはこの可愛い瓶に入れて置いています。見た目が可愛いっていうだけでテンションが上がりますよね。ヨーグルトと食べることも多いですが、今日は牛乳と一緒に食べます。美容のことも考えて豆乳と食べる日もあります。どっちも美味しいですよね。
ミルクたっぷりのコーヒーと一緒にいただきます。こんな風に朝をまったり過ごしながら、今日一日何をしようかなと計画を立てます。早起きするといいことがたくさん。まさに早起きは三文の徳ですね。何着ようかな。起きてからまだ5分も経っていないですが、朝の支度は終了したようです。コップに一杯水を入れてきました。それをソファーの上でゆっくりと飲むようです。ああ、ここにもおじさんがいました。その後、携帯を眺めて、おっと、まさかここで横になった。また横になってしまいました。少ししたら起き上がるのかと見せかけて、寝ました。皆さん、これが現実です。あんな素敵なモーニングルーティーンなんて世界は、ほとんど 99% 存在しません。世の中の女子は大抵こんな朝を過ごしています。女性の皆さん、そうですよね。そうだと言ってください。